どこももそうだ、お姉ちゃんですもんね長女です、はいねえずっとなんかお話出てた、その生意気な弟あっ、生意気な弟あ、弟はいまだいまだ、いやでもだいぶ丸くなりました<あ>一番ですか一番最初に鷲崎さんにお話しした時よりも全然丸くなりました姉ちゃんのこと、どけをブスぐらいのなんか言い方でまあ、どけをブスは今でも言われますけど <laughs> <laughs> 違う、ダメですよ、<う>ダメですどこが丸くなってるんですか <laughs> たんですよ、表情が。表情、ほんとです。なんか、お姉ちゃん。抜きな。最悪ですよ、こいつ。こいつ最悪です。でも言い方としては、なんか昔は、時計をブス、みたいな感じだったんですけど、今では、時計をブス、みたいな感じいやいやいや、雪どけ感じないですよ、全然。嘘全然雪どけ感じないですよ。ちょっと優しくさ、なんか。 笑ってくれてる。ブスはどうしてるんですか?。ブスは。ブスじゃないし、解かなくていいそんなやつ。登山用のなんか靴でガって蹴ってやるんですよ。そうですよね。はい。たそうです。いや、もうそれぐらいの。いや、でも設計の精査与えてやればいいんです。なって、いろんなお話をこしてくれるようにも。なったしいい日頃の話とかも。まあ、思春期だったんでしょうね。思春期の頃はやっぱお姉ちゃんに対して、こう恥ずかしい感じがあって、しかもお姉ちゃんがなんかちょいと芸能のことなんかやってらっしゃったりすると。そうなんですよ。やっぱそれが一番嫌み。 みたいで嫌といいいうかか恥ずかしいみたいでお姉ちゃんがそういうちょっとアイドル的な歌をこう笑顔でカメラに向かってウインクとかしてる姿とかがやっぱりすごく恥ずかしいみたいで格好つけて歌ってたりするのがまあ家でのねそれも伊藤さんとは違うでしょうが あの伊藤美久の弟だっていうの周りに誰にも言ってないんですよはい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 で誰にも知られてなくてで普通に学校生活送っててでもやっぱりすごくアニメ好きなお友達がいるみたいででその弟に弟にそのアニメの話をしてて五等分の花嫁の話を最近の話じゃん意外と五等分の花嫁の話をしてくれしたらしいんですよその 弟に対して、そのお友達が、五等分の花嫁ってアニメがあるんだけど、さ、知ってるみたいな。おあ、おあ、はあ、へえーみたいな感じ。弟は答えて、<laughs> は,いはいはいはい。ね、すっげえ声優がすごい豪華なんだよみたいに言ってくれたらしくって、この人でしょ、あの人でしょ、この人でしょって、伊藤美久。伊藤美久っていう子いるんだけど、お前、苗字一緒じゃんみたいな。ああ <laughs>、でおーみたいにやって、<laughs> よく見たらお前。お 伊藤美久ちゃんに顔似てねって言われたらしくて、えー、似てるんですね似てます似てますあらあらあら,あら、ね、似てねって言われたらしくてあああそれに対して弟がああなんかお姉ちゃん的にはやっぱれちゃったかそうなんだよって言って欲しかったんですよああああちょっと自慢げにそうですよねああ弟はああはそんなやつ知らねえよ誰それ って言ったらしくてお姉ちゃんはちでもそのエピソードを今お姉ちゃんが知ってるということは弟がその話をしてくれたってことですそういうことがあったんだよっていう話をしたってことですもんね、うんはい、丸くなったじゃないですか丸くなりましたよねそうなんです、ね、<ー>嬉しい、ね、そんなこともありましたそうかそうかそのお姉ちゃんがね、はい スターで胸のオリーブを壊しては飛び込むよ Go to hell. かパラダイ It's something dangerous, dangerous, we like it.Singious, s h i i o u s